この番組では文学に興味のある方がより読書を楽しむために物語の流れをアニメで分かりやすく解説しています。今回のテーマは聖母の哀愁です。皆さんこんにちは。今回は19世紀中期フランスの作家であるスタンダールこと本名マリー・アンリ・ヴェールの代表作赤と黒という作品の上巻である第一部を解説します。階級闘争を通して人間模様を描いたフランスリアリズム小説の出発点となった本作は、フランスの庶民である新学生が実際に起こした事件をモデルに、支配階級を批判しながらも立身出世を夢見る青年の栄光と挫折が描かれています。作者自身は本作品名の由来について特に明言していませんが、赤は軍人、黒は聖職者の制服の色を表しているという解釈が一般的に有力とされています。高慢な自尊心を満たすための達成感に翻弄される青年の葛藤を男性視点で、また対照的な二人の女性たちに芽生えた恋心に対する苦悩を女性視点で、相互の恋愛心理をリアルに描いており、社会的身分の違いを問わず、生きていく上での情熱的な感受性が求められている現代社会の我々にとって有意義な示唆を与えてくれる作品です。主な登場人物は4人。田舎町ベリエールの貧しい家に生まれ育つも、美貌と才智を生かして立身出世を目指すジュリアン・ソレルと、3人の息子の家庭教師として雇ったジュリアンに惹かれ恋心を抱く、低粛で無垢なベリエール町長夫人のルイーズ。ルイーズの夫でナポレオン失脚後の王政復興を支持するベリエール町長のレナール。そして、妻子ある身でレナール夫人に色目を使うベリエール貧民収容所の所長、バルノです。上流階級の貴族を憎み、また自らの貧しい生まれを恥じる才能豊かな青年の野心は、雇用主である貴族の身内女性から愛を勝ち得ることで、輝かしい躍進を遂げるのでしょうか。貧しい無名の青年ナポレオンは、自らの努力と情熱により世界の頂点にまで上り詰め、生まれや階級だけで人生が決まるわけではないことを世に知らしめましたが、ナポレオン失脚後は再び生まれの階級に左右される貴族優位の王政復古に時代が逆戻りした19世紀初頭のフランス。とある田舎町、ヴェリエールの町長レナールは、人々から尊敬され、貴族としての名誉を守るには、息子たちが専任の家庭教師に連れられて、散歩に出かけているところを人々に見せつけておく必要があるだろうという自尊心から、何かと張り合ってくるいけすかない貧民収容所のバルの所長に先を越される前に、まだ若くてラテン語も精通しているという製材小屋のせがれを雇おうというわけで、町一番の乱暴者と噂される父親のソレル老人と交渉するために製材小屋へ向かいます。ソレル老人は町長からの思いがけない申し出を歓迎しました。というのも、ジュリアンは幼い頃から兄たちと違い虚弱体質で力仕事に向かない上、本を読みふけってばかりしていたので、父親や兄たちからただ飯を食らう怠け者として忌み嫌われ、虐待を受けていたのです。貧しくて学校に通えなかったジュリアン・ソレルは、優れた才能を見込まれ、シェラン老子祭から神学やラテン語を習得しており、同じ貧しい境遇ながらも皇帝にまで上り詰めたナポレオンを英雄として密かに崇拝していました。時代が遡らない限り、ナポレオンのように赤い軍服に身を包み、貴婦人から愛を得て妻にすることも望まれませんが、藩邸政権力を唱える王政復古となった今、黒い彩服に身を包んだ司祭であれば、生まれも関係なく、教会で貴族と同等の権力が与えられます。腐敗した貴族階級を嫌悪してはいたものの、まず故郷のベリエールから出ていくことが出世の道だと考えたジュリアンは、
赤の時代が終わったのなら、司祭の黒で頂点に立つという野望を胸に秘めつつ、レナール町長との交渉を取りまとめた父親から半ば強引に追い出されるようにして、召使いとしての家庭教師の職を選ぶしかありませんでした。レナール家の広い屋敷に圧倒されたジュリアンが、門の前で呼び鈴を鳴らせずに立ち往生していると、庭にいたレナール夫人に声をかけられ、家庭教師としてやってきたことを告げて挨拶します。ジュリアンがまだ若干18歳の美しい顔立ちをした農民の子だったので、レナール夫人は巷の野蛮な家庭教師像とは違い、子供たちに叱ったり鞭打ったりしない、安心して任せられる先生だろうと感激し、屋敷に招き入れます。修道院で神への信仰を真摯に学び、16歳で立派な貴族に嫁いだ彼女は、色恋について、時折バルノ氏が言い寄ってきた際の対処をセラン司祭に相談する程度の知識しか持ち合わせていないほどで、これまでに誰かを本気で恋したこともなく、ただ子供たちへひたむきな愛情を注ぐことが全ての関心事でした。ジュリアンは彼女の美しさに目を見張りながらも、材木屋の息子という理由だけで軽蔑されているのではないかと不安に駆られ、紳士を気取ってレナール夫人の手を取りキスをしてしまいます。レナール夫人はその慣れ慣れしい軽率な行為に驚き、戒めようとした矢先に、書斎から出てきた夫のレナール町長がジュリアンと挨拶を交わします。黒服に着替えたジュリアンは子供たちの前で得意である聖書の暗唱をラテン語で披露し、レナール夫妻を驚かせます。噂を聞きつけたベリエールの人々も若い秀才を一目見ようとレナール邸に集まり、ジュリアンの素晴らしい振る舞いに感心し、また恋にナポレオンを否定する発言にもレナール町長は自尊心を満たされ、先生と称して喜びます。所詮は農民ソレルの息子だろうと侮っていたバルの所長は、実際の秀でたジュリアンを目の当たりにし、レナール町長に出し抜かれたのが悔しい上に、町中で天才の美少年という評判が高まるにつれて、好印象を持つレナール夫人までもが、ジュリアンに対していたわりの眼差しを向けていることに、嫉妬と敵意を深めるのでした。子供たちもすっかりジュリアンに懐いてしまい、使用人のエリザはこの若い家庭教師に心を奪われ、レナール夫人もまた金銭ずくめでしかない周囲の男たちと違い、ジュリアンが貧しさから何かにつけて節約するのを見かけるたび、不憫に思い彼に同情を覚えると同時に好意を寄せ始めます。ある日、ジュリアンの下着を毎日のように洗濯に出しているエリザから、先生は持っているシャツの枚数が少ないから毎日洗わないといけないんですと聞いたレナール夫人は、ジュリアンに贈り物として内密に施しの金銭を手渡しますが、自分が見下されたと感じたジュリアンから、仕事の報酬はちゃんといただいておりますので、ご主人に内緒で受け取る気はありません。お金に関わることで町長に隠し立てすれば、僕は召使い以下になってしまいますと受け取りを拒否され、レナール夫人はいけないことをしたとショックを受けます。そのことを夫に打ち明けると、レナール町長は、貴族からの申し出を使用人風情に断られて黙って引き下がるとは何事だ、召使いは主人の言うことを聞くのが当然だと怒り出す始末。ジュリアンは先生よと反論するレナール夫人ですが、夫から、ここで暮らす我々以外の給料を支払ってやっているものは全て召使いだと切り捨てられました。今まで何の疑問も持たなかったレナール夫人は、素朴なジュリアンに比べて貴族のプライドに固執する夫の考え方に違和感を感じるようになります。近頃、財産を相続したエリザが教会へ国会に行った折、ジュリアンに結婚を申し込みたいとシェラン司祭に打ち明けます。そのことを聞き、シェラン司祭と同じく二人の間で結婚話が持ち上がったことを喜ぶレナール夫人でしたが、内心は複雑でした。ところがジュリアンは、エリザからの結婚の申し出は受けられないとシェラン司祭に述べ、彼女は良い娘だが、結婚となると別問題であり、いずれは司祭になりたいと考えているから、との理由を主張します。驚くシェラン司祭ですが、君は学識高く、司祭になる知識も十分持っているが、よもや司祭になれば権力を持てると考えてはいないか、とジュリアンの野望を見透かし、
そんな悲しい勘違いをしないよう忠告しているのだ。私を見るがいい。56年も勤め上げたのに、権力どころか生きていくのもやっとという生活で、新任のマスロン神父に教会を追い出されそうになっている。あんな可愛い娘と結婚して幸せな生活を送った方が君のために良いのではないかとたしなめます。ジュリアンは自分のやましい野心を知った上で、なお軽蔑もせず愛情を注いでくれるシェラン司祭に感謝しますが、やはり高い地位に上り詰めることへの執着は捨てきれず、生まれや階級に左右されるこの偽りの世を否定するために、自分の実力を示してやろうと改めて決意するのです。部屋で泣いているエリザにレナール夫人が訳を尋ねると、ジュリアンから結婚を断られた理由さえわからないというので、夫人自らがジュリアンに直接掛け合ってみるとなだめます。ジュリアンは、愛を感じない相手とは結婚できません。僕はエリザを愛していないのですと譲らないので、レナール夫人は恋がたきであるエリザの弁護を諦めると同時に喜びを感じ、エリザには私から伝えておきますと言って人払いをし、自室に戻りました。ジュリアンに対して愛を感じていることをレナール夫人は確信したのです。貴族の習わしに従い、春になるとレナール町長は家族を連れてベルジという村にある別荘に移ります。役場の仕事で留守にしがちなレナール町長が外出中の間、ジュリアンは何気なく手が触れてしまって慌てるレナール夫人の様子を見て、貴婦人の愛を得るための勇気を試すいい機会かもしれない。こちらからアプローチして臆病者でないことを示さなければと目論みます。ある夜、ジュリアンは散歩から戻り腰を下ろした隙に思い切ってレナール夫人の手を握ります。振りほどこうとした彼女の手がついにジュリアンの手の中で収まった時、彼は、やったぞ、僕の勇気が勝ったんだ、と英雄になる義務を果たした自分を称えます。寝室でこっそりとナポレオンの肖像画を手に取りながら、将軍、今日僕は一つの勝利を収めました。あなたのように力と勇気で貴婦人の愛を手に入れるための、いわばこれは大きな第一歩となる勇気を出そうと誓うと、誰にも見つからないように肖像画をベッドに隠し入れました。ある日ジュリアンは一緒に散歩をしていたレナール夫人から、今頃主人は家にあるすべてのマットレスの焼き藁を召使いたちに詰め替えさせているのでしょうねと聞かされます。この地方の風習により、レナール町長が庭師を呼んで、マットレスの焼き藁を燃やしていたのです。マットレスに隠し持っていた英雄の肖像画が、反ナポレオン主義の貴族であるレナール町長に見つかってしまうのは非常にまずい。子供たちの面倒を見ながらも気が気でないジュリアンは、奥様、助けてください。焼かれる前に先回りして、僕のマットレスに隠してある肖像画を決して中を見ないで持ってきてほしいのです。とレナール夫人に懇願します。ジュリアンに言われた通り、レナール夫人は彼の部屋に忍び込み、こんなに大切にしているなんて、先生の恋人かしら、中を見てみたい。でも、とマットレスの中から肖像画を取り出し戻ってきます。結局、どんな肖像画かもわからずに黙って手渡したので、大喜びしているジュリアンを見て、一体どんな女性なの?と嫉妬するレナール夫人。ナポレオンの肖像画を証拠隠滅のため火に投げ入れたジュリアンは、許してください、将軍。このままでは終わらせない。必ず夫人を手に入れて、理不尽な情緒を出し抜いてやるぞ、と意を決するのです。そしてジュリアンはその夜、レナール夫人の寝室へ向かいます。何もしない方が安全かもしれない。でもこれはナポレオンに近づくための試練なんだ。僕ならできる。震える手で扉を開け、寝室に忍び込むと、ベッドでうろたえているレナール夫人のあまりの美しさに感銘を受け、これほど美しい女性に好かれないのはとてつもない不幸だという思いにとらわれて、愛していますと告げます。ジュリアンのその言葉に信仰に背いて地獄に落ちることも厭わずに幸福の喜びで満たされてしまったレナール夫人はついにジュリアンを受け入れてしまうのです。ジュリアンは生まれて初めて人から愛されているという実感を得るのでした。ベルジの別荘から戻って間もなくレナール夫妻の最年少の子であるスタニスラフ・グザビエが熱を出して倒れてしまいます。病状は悪化の一途をたどり、レナール夫人は敬虔な信仰心からスタニスラスの病気を
恐ろしい罪を犯した天罰よ。神の怒りを鎮めるためにはジュリアンを嫌いになるか息子をむざむざ死なせるしかないのだと思い込み、眠ることもできないほど打ちのめされます。いたたまれなくなったレナール町長が心配になって様子を見に来ると、レナール夫人は夫の前にひざまずき、本当のことを聞いて、この子を殺すのは私なんです。この身を滅ぼして自分を恥ずかしめれば、きっとそれだけの犠牲を払えば神様の怒りをなだめられるかもしれないと叫びます。そばにいたジュリアンは心中穏やかではなく、僕たちの秘密を暴露するのではないかと恐れますが、レナール町長は不可思議な発言だとただ首をかしげ自室に戻っていきました。ジュリアンは崩れ落ちる彼女を見守りながら、僕にだって罪はあるのです、この子の病気を僕が代わってあげられたらと嘆くと、レナール夫人も息子に愛情を注いでくれるあなたがこの子の父親なら、私が息子よりあなたを愛していても罪にはならないというのにと涙を流します。彼らの熱心な看病の甲斐もあってか、やがてスタニスラス・グザビエの病状は回復へと向かいました。しかし2人の関係に気づいた使用人のエリザは、彼らに裏切られたとひどく憤慨し、バルの所長に、きっとそのせいで私との結婚話を断ったんです、それなのに私ったらバカみたいに彼を説得してくださいなんて奥様にお願いしたんですからと密告します。以前からいくらアプローチしても決して振り向いてはくれなかったレナール夫人が、若い家庭教師になりすました農民のせがれを愛人にした。バルの所長は腹いせをする妙案を思いつき、匿名でレナール町長宛に、あなたの奥様が若い家庭教師と不倫をしている事実をご存知ですかといった告発の手紙を送りつけます。ため息をつきながらその長い手紙を読み終え、青ざめた表情で疑いの目を向けてきたレナール町長の様子から事態を察したジュリアンは、レナール夫人と窮地を脱する最善策を示し合わせます。身分を傘にしてきたことで敵も多く、スキャンダルが広まって失脚させられるのを恐れるレナール町長に対して、レナール夫人宛にも別の脅迫文が届いたと伝えるのですが、その脅迫文とは、ジュリアンが偽装工作のために作成したもので、これまで実際に何通も届けられたバルの所長からの恋文と同じ青の便箋を使って、奥様、あなたの秘め事はすべて知られています。あの農民のせがれとは縁を切りなさい。まだあなたへの好意を失っていないうちに、私の言う通りに従うほかありませんよ、という、まるでバルの氏が書いたかのようなでっち上げの手紙を夫に手渡したレナール夫人は、私はこの手紙の差出人が誰か見当がついているのです。あなたの親友のバルノさんが私との間にプラトニックな恋愛関係が生まれていると勝手な誤解でもしているのでしょう。と言って、バルノ所長が隠れてよこしてきた手紙も合わせて差し出しました。この私を笑い者にしようとしたんだな。確かにバルノのやりそうなことだ。と憤慨するレナール町長をなだめながら、直談判なんてしたらこの件を認めるようなものですよ。その前にあの若い家庭教師をクビにしてください。あの先生のせいで私は言われのない疑いをかけられているのよ。屈辱だわ。あの人ならどうせここを追い出されても行くあてぐらいあるでしょう。と賭けに出るレナール夫人。そんなことをしたらそれこそバルノのやつに出し抜かれて思うツボだ。先生は絶対に手放さないからな。と言ってレナール町長は部屋を出て行きました。初めて夫に嘘をつき神の教えに背いてしまった。この美しい奥様の心をベリエールの町長から奪い取ったジュリアンは、彼女への愛おしさと同時に平民の自分が貴族に勝ったのだと実感するのです。季節が変わろうとしてもレナール家が一向に動じない様子なので、バルの所長はエリザの協力を得て新任の司祭マスロン神父と解任された老司祭のシェラン神父の両方に、ジュリアンがレナール夫人と不倫関係に陥っていた事実を暴露します。呼び出されたジュリアンはシェラン神父から、私からの最後の導きだ、何も言わず3日以内にブザンソンの新学校に入り、少なくとも1年の間はベリエールに戻るのを禁じる、心を入れ替え聖職者としてやり直すんだと言い渡され、召使いだったエリザの執念深さに改めて嫉妬の恐ろしさを痛感するのでした。秋分がベリエールの街中に知れ渡った以上、レナール家での出世の道は閉ざされてしまった。
だけど、シェラン神父の言いつけに従い、神学校に入れば、僧侶としてまたきっとやり直せるだろう。ジュリアンは子供たちに惜しまれながら、家庭教師を辞めて屋敷を出る決意をします。別れの夜、夫人の寝室でもう二度と会えない寂しさをかみしめながら、二人は抱き合い、レナール夫人は自分で切った髪をジュリアンに手渡します。誰かに愛情を感じたことなど一度もなく、ずっと孤独に生きてきたジュリアンは、初めて自分を愛してくれた女性との別れを迎えるとともに、忘れることのできない初恋に終わりを告げるのでした。ブザンソンにある神学校の門を叩いたジュリアンは、シェラン神父と古くからの友人である校長のピラール神父と対面します。君はシェランから推薦された数少ない生徒の一人だ。だからといって、贔屓をするわけではないよ。生徒が300人以上もいる中、上位の実力で成果を上げない限りは、この学校から一生出られないかもしれないという険しい新生活が始まります。各自それぞれが国会士を選ばなければならず、ジュリアンは当然ながら校長を味方につけるのが有利だろうとピラール神父を選び、同意も得ますが、同級生から、校長はこの教区の司教たちから敵視されていて、実際には副校長のカスタネードが圧倒的に支持されているから苦労するぞと聞かされ、軽率な失敗だったと気づかされます。こうなったら何としてもジュリアン自身の実力で優等生となり、ピラール校長の立場を有利にしていく以外、出世のチャンスを切り開く方法はないのです。試験が行われる季節となり、ピラール神父の秘蔵子として要注意扱いされていたジュリアンが見事な回答ぶりを発揮したことで、校長派の勢いが大きくなることを恐れたカスタネード副校長の勢力は、なんとかジュリアンを陥れる案はないかと画策します。ジュリアンを呼び出した面接官は、その場で行う口頭諮問の成績遺憾によっては、この教区の司教と会食する栄誉を授けられるとほのめかし、この聖書のラテン語は話せるか、ホラティウスの単詞なども勉強しているのかね、と質問します。ここで全知識を総動員して実力を存分に見せつけ、反対派勢力を一泡吹かせてやろうと意気込んだジュリアンは、もちろん得意分野で全作品を暗唱できますと答えてしまい、面接官は罠にかかったとばかりに、ホラティウスは修問外の詩人ではないか、君がこんな罪深い思想に興味を持っているとはな、それで聖職につくつもりなのか、愚か者め、と非難しました。卑劣な策略によってジュリアンの成績が散々な結果に終わってしまったことを知り、ピラール神父は校長の座をめぐる派閥争いに巻き込んでしまったことを詫び、あらゆる手段を尽くしてジュリアンを見守るようになります。僕はこの組織で一生を過ごし、その他大勢に埋もれて生きていくのか、ナポレオンのような輝かしい未来が消えた今、聖職者としての栄光も貴族社会への挑戦も挫折したことになる。ああ、奥様に会いたい。ジュリアンは孤独の中で人知れず嘆くしかありませんでした。ところが以前、裁判で助けたことのあるラモール公爵が秘書を探しているとの知らせがあり、ジュリアンを推薦していたピラール校長は、くだらない権力争いが続くこの新学校に見切りをつけて辞表を提出し、ラモール公爵の待つパリに連れて行くことをジュリアンに提案します。願ってもない申し出に2つ返事で快諾するジュリアンですが、パリに行く前にもう一度レナール夫人に会いたいという思いが抑えきれず、シェラン神父の忠告を無視してレナール家の屋敷に忍び込み、彼女のいる寝室の窓にたどり着きます。僕です。1年以上引き離されていた末にこうして会いに来たのです。開いた窓の外に現れたジュリアンから後ずさりするレナール夫人は声を引きつらせながら、私を苦しめるために戻ってきたの？私は神の前でもう二度とあのような罪は犯さないとお許しを請い悔い改めたのよ。私はもうあなたのことなんて思っていないわ。今すぐ出て行ってと涙ながらに突き返します。お許しください。苦しめるつもりはなかったのです。僕はパリへ行くんです。もう二度と戻るつもりはありません。さよならと立ち去るジュリアン。レナール夫人は激しく動揺しながら駆け寄り、待って、行かないで。神様の与える罰よりあなたに会えない方が苦しいわ。お願い、もう一度私を愛してとジュリアンを引き止め、二人は寝室で一夜を共にしました。突然部屋の扉を乱暴に叩く音で体を起こすと、レナール町長が大声で、
すぐに開けてくれ、泥棒がこの屋敷に潜んでいると騒いでいます。ジュリアンは急いで窓から中庭に飛び降り、銃声が轟く中を懸命に走って逃げました。パリに行ってもこんなに美しい女性には出会えないだろう。僕は努力と情熱で貴婦人の愛を得た。次の舞台であるパリで頂点を目指すだけだ。そう誓いながら、ジュリアンは何度もレナール家の屋敷を振り返り、ベリエールの街を後にするのです。そして下巻である第2部へと続きます。ジュリアンはレナール夫人に出て行かなければならないという恐ろしい知らせを伝えたとき、夫人が少しもわがままな反対をしないのに胸を打たれた。涙を流さないようにじっとこらえているのは明らかだった。私たち気持ちをしっかり持たなければならないわよ。そう言って夫人は自分の髪を一房切った。